今日はトランスフォーマーリベンジの RA22 サイドスワイプと X 軍曹をレビューします。ご覧の通りかっこいい車ですね。裏はこんな風になっていて、これが足でボディで、頭は見えないようにここに入ってます。で、ここが腕ですね。で、ここをドアが左右開きます。中にはこれヒューマンアライアンスなんで人間が乗り込むことができますね。ちゃんとシートが再現されています。で、これハンドルもあります。で、彼ですが X 軍曹ということで、もう足が長すぎですね。これも漫画のバギーみたいなやつですね。足長いです。それでは変形させていきます。トランスフォーム。まず後ろのパーツをちょっと上に引き上げます。ロックがかかっているので、ちょっとこのドアをちょっと開けてクリアランスを作ると、外れやすいですね。外れたらここの部分をルーフをちょっと持ち上げると、で、ここのエンジンのこのパイプのみたいなやつを中に収納して、ルーフから上を前の方に持っていきます。そしたらここに武器があって、ミサイルがあるのでミサイルを取り外します。次にここがちょっと取り外しにくいんですが、この腕を展開するんですが、ここを出して、ここからちょっと収納された腕を一気にここ出ましたね。出ました。出たらここにピンがあるので、このピンを固定します。そしたら反対側もこのロックを外して、そのままここのとこ干渉に気をつけながら腕を引き出します。引き出したらこの肩のところのピンをつけてロックします。次はここのロックを外して、左右を外して、でこのボディの上の部分を一旦伸ばします。この状態だとここだけでボディがつながってますね。そしたら顔が隠れているので、この顔を出して、イケメンの顔を出して、その隙間にヒンジを折りたたんでボディにはめ込みます。そしたらここの部分をこのシートを前に向けて、こちらもシートを前に向けて肩のキャノンにします。そしたらここの部分を外して、ここの部分を下に持っていって、外したやつをこのようにバックパックにします。そしたらボディがここが縮むので、縮ませて、ここのところのピンがあるので、ここでロックします。そしたらここのこれをこの辺に入れてやると、ボディが
グラグラしなくなりますね。ドアを元の位置に戻して、腕を正面に向けて、拳も正面にします。反対側も腕を調整します。あとは足ですね。分割してこの部分を出したら、ここを部分をこのように回転させてかかとにします。そしたらタイヤを出して、タイヤのこの穴にこのピンをうまくはめ込んで、かかとを出して足を伸ばします。反対側も同様にここを出して、かかとを出して反転して、タイヤを当てて穴にピンを入れて、かかとを出して伸ばします。各部を調整すればロボットモードの完成です。まあ、割とかっこいいんですが、ちょっと手が変形の都合で手の内側とかスカスカで、まあ、何より背中がもうスカスカですね。もう何もないです。ちょっとこの辺は残念ですね。ギミックとしてはこの剣で、このソードで戦うというもので、あとはここがスプリングで発射するのと、ここにも武器があります。まあ、これは彼が、まあ、これで狙って当てるんでしょうね。これ、まあ、彼の面白いところは、立ってる時はすごいガニ股なんですが、座らせる時はなぜか内股になってしまいます。どうしたんでしょうね。これは可動範囲としては、頭がボールジョイントで、腕もロール回ってよく動きます。で、足が、ただここがここに、まあ、パイプがついてるせいでちょっとあんまり動かないですね。なんか壊れそうなので、ちょっとやめた方が良さそうです。一応こっちの肘は曲がります。それではビークルモードに戻していきます。まずこの足ですね。足を縮めて、ここのタイヤを元に戻して、反対側もこのようにして収納します。反対の足も縮めて、ここが外れたんですね。この縮めて、タイヤを外側にして、つま先を収納して、反対側もこのところをこうして、ここに入れたら左右を閉じて合わせます。そしたらボディを下に伸ばして、ここのピンのやつをちょっと溶かして、一旦こうボディを上の方に持っていって、このここの部分をまず取り付けます。タイヤをきれいにはまったら、こっちの方なんですが、ちょっとこの武器をミサイルを外して、ここのシートを反転させて
元の位置に戻します。そしたら頭を収納して武器をこれにします。そしたらここの部分が干渉しないように下に持っていって、ちょっとドアをちょっと開いて、その隙にここを入れるんですが、ここをここがこのようになるようにして、そうしつつもシートをくぐらせて、うまくくぐったらここのとこのピンをこのようにセットして、ちょっとまず運転席をちょっと調整します。うまくはまったらちょっとドアを下げて、ルーフを後ろに持っていって、ここの部分を出して後ろに固定します。そしたら最後に腕なんですが、これをここの頭を逃がして、その隙間にこのまずここの肩のロックを外して入れるんですが、ここの隙間にここを入れた後にこれを反対側にして、それをかぶせるように入れていきます。ここが一番危ないですよ。ちょっと若干無理やりちょっと押し込む感じですね。これクリアランスギリギリというか、まあもうかなりアウトですね。これも設計ミスというか、片方できました。で反対側もここの隙間にまずロック外して、ここロック硬い入れつつ、反対に向けて、上下逆ですね。この隙間にちょっと強引にこう改装パーツをちょっと外に逃がしつつ入れていきます。角を調整して完成です。